財団 S チャンネル登録者数1万4000人突破おめでとう&もうすぐチャンネル登録者数1万5000人いくね頑張れ応援動画の撮影なわけだ。とりあえずまあ約束は守った、持ってきてないけど。で、約束をちゃんと守ってゼロワンのケーキは確かに買ったんだけど、さあどこで食べようか。あーまあいっか、とりあえずゼロワンのケーキを持ってこよう。というわけでケーキ持ってきたんだけど、いや初めて知ったよ、ケーキ本体とイチゴって別々になってるんだな。いやキャラデコなんだかんだ言って初めてだからな、買うの。さあ開けよう。いやキャラデコなんだかんだ言って初めてだからな、買うの。さあ開けよう。うわすげえこのパッケージすげえな、やっぱ。おぉさわがプラスチック製か、すげえ。うおやばい、これやばい、やばいやばい、これやばいわ、やべえ、すげえ。おぉいやこういう風に飾るやつもあるんだ、使わないけど。いやこれは取っておこう、別のお祝いの機会に。いやー頼むの忘れた、やべえ。そしておいやー来たねプログライフ系。これ別の時だな、後にしよう。さ、じゃあ、イチゴもろう。イチゴをもろう。いやー、やべえわ。おー、5個入り。イチゴが5個入りだよ。5個もイチゴが入ってる。やべえ。すげえわ、今回。電気つけるか。うわー。半端ねえ。半端ねえ。やべえわ。今日とりあえずの、これセット。おすげえ、うおラベルがすげえ、ラベルまで特別しようかよ。はい、というわけで無事ケーキを完食しました。やっぱきついわ。いや美味しかった、あのケーキとしてはいちごも良かったし、あのスポンジケーキが2層構造になってて、1層と2層の間にパイナップルみたいなのが入ってて、それもそれで美味しかったんだよ。ただね、うん、一人で食うもんじゃなかったあれは。というわけで外箱から見ていこうか。店名はさっき映した通り、ゼロワンがデカデカと書いてあって、で、クリスマスプログライズキーがあったり、あとちょっとした注意書きがあったり、で、下面、ケーキを取り出すときに開けてたところが、よいしょ、こんな感じ。で、次に側面が、こういう感じで、ああ、こっちと、こっちの方は変わんないかな。で、底面がこんな感じで、まあデコレーションをしようねとは書いてあるんだけど、無視してごめんなさい。無視してごめんなさい、マジで。
うん、こんなもんかな、外箱は。次、とりあえずプログライズキーを鳴らす前に他のクリスマス系のコレクションを鳴らしていこう。まずロックシードから。必殺技以外はオリジナルだね、やっぱクリスマス。しかもあのジングルベルの和風アレンジが効いてるのがいい。いやー、次はゴーストで電池詰めるの忘れた。電池詰めます。はい、電池詰め終わりました。いきます。いいわ。いや、危ない。大目玉忘れるところだったな。で、最後に、最後でもないけど、ジオ。なんかなぁ、いや、説明のところはオリジナルだったのは良かったんだけどな。ジオの代はなっていう感じかな。じゃあお待ちかね、プログライズキー行こうか。いや、楽しみだな。クリスマスのバッタちゃんどうなるんだろう。やーべ、どうよっこらせ。うわー、やべえ、緑のクリアパーツが効いてるね。わ、ちょっと待った、ちょっと待った。え、嘘だろ。え、まさかの中面のシール。うわー、やべえ、中面の裏面のシールめちゃめちゃラメ効いてるじゃん。え、嘘、やばっ。え、これで3500円プラス税で、おまけでケーキがついてくんのやばくね。え、やば、めちゃめちゃ豪華じゃん。うわー、すげえわ。電池詰めよう、電池。さあ、電池詰め終わったぞ。お楽しみのこれだよ。やべえ、楽しみで楽しみでしょうがねえよ。やべえ。やべえ、これはやべえ。メリークリスマス、You are come true。 やべえわこれ。メリークリスマス、ライジングホッパー。メリークリスマス、Is come you are true。 これはやべえ。
Christmas wishes come true. MitsumoChinRai.net! Biting Hopper! May your Christmas wishes come true. Merry your Christmas is...She's come true かな。メリークリスマス。やばいなこれ。サンタクロースアビリティ。ゼロワンドライバー。ハッピークリスマス。ファイティングハッパー。メイ、ヨークリスマスウィッシュズカムトゥー。これはやべえ。うわ、勝って正解。これは勝って正解だったわ。というわけで、まあこれを手に入れるついでにケーキが手に入ったから財団 S のお祝いをしたという動画でした。俺もはや動画の趣旨間違えてる気がしてきた。やべえ。いやー、これやべえ。というわけで財団 S、 あと少しか、あと少しでチャンネル登録者数1万5000人だから、もっと頑張ってくれよ。もっと俺は面白い動画が見たい。これから先も10年先も20年先も面白い動画が見たい。きっと財団 S はもっと面白い動画、もっと面白いチャンネル、そしてもっと面白い集団になる気がする。